光東照宮陽明門天井の龍。この絵の復元には筆職人入山初太郎さんの画筆が使われています。入山さんは日本画の流れるような線、色彩の濃淡が出せる筆作りに励んできました。良い画筆とは筆先全体がよく調和し、含む墨の量が豊かで弾力性に富んでいるものを言います。入山さんは筆作りに携わって70年になります。なんだあのさま、そんな筆を開いてどうするんだっておこごとをたくさん言ってくれるつもりでね、言ってくれるんで、お嬢さんですよおこごという怖い人がいなくなったら人間おしまいでございますから。入山さんのお宅は荒川四丁目にあり、明治時代この辺りは三河島村と呼ばれ、筆職人が大勢いました。明治36年、150年続いた筆職人の家に生まれました。父正吉さんの後を継いで5代目にあたります。画筆にはそれぞれ用途によって太さ長さが違い、その良し悪しは筆職人の技術に左右されます。日本画用筆の種類には面相、線画機、面相、線画機、線画機、蒔絵筆、付け立て筆などがあります。まず原毛を湯で煮て癖を取り、次に毛もみをします。動物でございますから、雨降ったとき傘さすわけじゃありませんから、油が乗ってるんです。でその油を取りませんと筆にしても墨の含みも悪いし、絵の具つけましても長い線が引けませんですから、それはもみ殻と申しておりますが、それを焼きまして灰でゴシゴシこすると油が取れるんでございます。これ長くやってますとね、ひびきれますですよ模様毛みたいに柔らかい毛もございますし、馬の毛みたいにねっとりとピーンとくる毛もございますし、タヌキのようにピンピン跳ねるような強い毛もございます。筆の穂に使われるのはこのようにさまざまな動物の毛です。使う道具の数々、櫛は粗いのと細かいのを両方使います。毛をまとめるのに使う寄せ板と寄せ金です。左から切り出し、軸をくる栗板、切りです。毛もみなどの下ごしらえが終わった後、毛ごしらえに入ります。油抜きされた原毛を大中小の長さに分けていきます。櫛で毛をすきます。すくことで動物の綿毛が櫛につき、長い毛だけ残ります。毛を手に乗せ、寄せ板で一方を叩いて毛先を揃えていきます。これを毛を寄せると言います。先の曲がった毛、
擦り切れた毛などは半刺しを使ってその都度取り除き、良い毛だけを残してゆきます。木骨の折れる根気のいる仕事です。わずか一本でも切れ毛や擦れ毛が混じると、ほくびとなる何千本もの毛の調和が崩れてしまいます。毛先を揃え終わったところで水で固めて、種類や長さの段階ごとに一塊にします。これが鹿で、これが馬の尾 で、これが羊毛と申しますけど、ヤギでしょうね。羊毛はあのラシャみたいに短くなっちゃいますけど、これヤギなんですけど、羊毛と申して、これはあの中国産でございます。一本の付け立て筆には羊毛、タヌキ、馬の腹と尾、鹿の毛を使います。筆職人にとっては最も肝心な毛組です。昔から秘伝とされてきた技法で、職人の言葉で先をぞべにすると言います。毛組の苦労について入山さんは、怖い毛をね、たとえあの1分以下5輪でも先行って悪いこともありますし、そうかって下げすぎると腰抜けみたいなクタクタの筆になるもんですからね、その怖い筆を入れるところが一番難しいと私は思っております。それはやっぱり自分がそれだけ失敗しながら苦労しなければ自分のものになりませんですね。ですから私みたいなこんな84にもなってね、やっぱりそれの時は真剣です。毛組は筆先の芯柱となる命毛よりわずかばかり短めに、芯柱になる命毛を包み込むようにしてやや固めの毛を巻きつけます。この喉下の部分の毛の長さが微妙、命毛に対してどのくらいの間隔を取るかは、筆や毛の種類によってそれぞれ異なるので、全くの勘の世界です。腰と呼ばれる部分の毛を、全体の調和を図りながら取り付けます。毛組が終わると切り混ぜです。この切り混ぜは毛組した毛を混ぜ合わせる作業です。毛組したものを伸ばし、畳み、揃える。こうした作業を十数回繰り返して、完全に混ぜ合わせます。硬さの異なる毛を長さを変えて組み合わせる。これが筆作りの急所です。
混ぜ合わせが十分でないと筆先が割れたりかすれたりします。切り混ぜた毛を筆の種類に応じて筆一本の毛の量に分けます。練り混ぜの終わった毛を作る筆の大きさによって新立筒と呼ばれる筒に入れます。叩きながら毛と毛をなじませます。こうして筆の形が整ってきました。上毛掛け。上毛とは筆穂の外を覆う毛のことを言います。必要な量の上毛を櫛で好きならしてすだれ状に並べます。新立てした筆穂に湿りを加えてすだれ状にした上毛を筆穂の外側を包むようにして巻きつけます。これが筆穂の形を整える最後の仕事となります。糸締め。筆穂の根元を麻糸を使い毛が抜けないように強く結びます。筆穂の下の部分に松ヤニを塗りつけます。焼きごてで松ヤニをつけた部分を焼き込みます。こうすることで松ヤニと筆穂の毛が焼きついて固定し、毛の乱れや抜け毛の心配がなくなります。筆の軸をくり、筆穂がすげ込みやすくします。最後にできた筆にふのりをつけて麻糸でしごきます。出来上がった画質は描き味がよく、多くの日本画家の評価を受けています。水で試し書きをします。丸を書いてね、割れるような筆では先生方絵になりません。入山さんは多くの日本画家と会い、筆を試してもらい
欠点を教わります。何百年も持つような絵をお描きになって、そして誰それが描いた、誰それが、先生はね永久に残りますけど、筆は残りませんけど、そういうものを描いていただけたらと、そう思いましてね、先生方が喜んでくださいましてね、お使いくださってます。荒川区が誇る指定無形文化財保持者の一人です。これがね、親父もじいさんも初よくやったなってね、笑い顔で迎えてくれるだろうと思って、それだけ楽しみにしております。筆作りの名人は今84歳。これからも良い筆を作るという入山さんの初々しさは、13歳で始めた時の気持ちと少しも変わりはありません。